ス教室の久保田です、えー、今ですねあの、レッスンの合間で、えー、実家の方に来ております。あのこの近くの、えー、テニスコートで次レッスンがあるんで、まあ、ちょっと時間があるときは、えー、ちょろっと寄ってですね休憩したりしております、ここで,、ねでえー。今回もあのレッスン内容動画です。あの 今回は、えー、アメリカ在住の方で、一時刻されるタイミングで、まあレッスン受けられないか、というお話だったので、まあ2時間だけしかなかったんですけれども、2時間、えー、レッスンをさせていただきました。アメリカの、えっ、ー、と、サンディエゴから来られた、えー、K さんですね、男性の方で、あの、もう、試合にも出られているようで、えー、向こうでは4.5から5のレーティングの、 え、試合に出てるっていうふうに言われてました。で、やっぱり、ま、それなりに上手くて、えー、フォーハンドも結構いい感じで打ててる方だったんですけども、えー、今回サブを見てほしい。サブとスマッシュですね。が、あのー、まあ、見てほしいということで、えー、レッスンをしました。で、まずサブなんですけども、あの、その、レッスンの前にあの、YouTube の限定公開だったのかな。で、 動画を、試合してる動画を送っていただいて,て先に見てたんですよね。で、見てたら、やっぱりそのサーブ、ちょっと、うん、まずいかなとっていう、改善した方がいいかなとっていうのは、えー、分かっていました。事前にね、送っていただいてたんでね。で、まあ、それで、やっぱりサーブっていうふうに言われてたんで、うん、そうだろうなとっていう感じ <laughs> それが、あの、やっぱり、ラケットを垂らそうだったんですよね。ここから、ラケットを、頭をこう、スレスレのところに垂らして、で、肘をこう、畳む方で、 で、やっぱりあの、これやる人の特徴としてはですね、このお肉がはみ出たいグリップなんですよね。これっていうのは、これがやりやすいんですよね。後ろから垂らして打つのはね。垂らした反動で振るっていうことだったんで、あの、これはですね、うまくいけばです。うまくいけば、サーブだけ取れば、割とうまくいくんですけども、あの、サーブはいいけど、スマッシュがダメなんですよね。スマッシュがやっぱりいつまで経ってもうまく打てないというミスが多いとは思います。 あの、回す、そうはね。回して打つっていうのは、あの、ネット寄りの球じゃないとうまく打てないんですよ。どうしてもね、回して、これがちょっと体でも後ろに行くって、そこから打球するっていうのは多分、えー、できないと思うんでね。で、こっちを、こう、肩を止めて、手を、肘から先を回して、打球するんじゃなくて、えー、グリップを、あの、お肉がは,はみ出ないように持っていただいて、ちょっと久しぶり浮かせて,て、 その状態で、えー、肘から先をできる固定した状態を作って、肩を動かして打つっていうことを、えー、練習しました。で、まあ、このグリップこれやっただけでも全然違うんですよね。で、こういうふうにあの、持った方がいいですよって言って、えー、これですかこれちょっと、あの、短く持ってるんで、パワーが出ない気がするっていうふうに言われたんですけど、これあの、こう、このぐらい、こっからこっちに変わったぐらいって、 ほとんど関係ないですからね。そういうふうにあの思われている方結構いると思うんですそういうふうに言った方もこれまでにいたんですよね。え、こんな短く持つんですかっていうふうに言われる方は結構多くて、こうやってる方はね、このぐらい持って長く持ってる感じでやってる方は、こう持つとすごいラケットをなんか短く持ってるっていうふうに言って、あのー、まあ、ああの、今回の計算はそのパワーが出ないような感じだというふうに言われてましたけども、これこう短くなるんで、あの、 真ん中に当たんなくなるんじゃないかとかっていうふうに言われた方もいました。なので、えー、それはですね、あの、気のせいです。あの、このぐらい変わっただけでなんかこうなるもんじゃないですよ。全然構わない。もう関係ないぐらいだと思いますよ。これが、これとこれって、このぐらいの差はね。ぜひ、あの、こっち側試してくださいね。そしたらこの辺こうカチッとした感じで止まって回しにくくなるんで、で回しにくくなったらどうなるかというと肩が動き出すとは思うんだよね。 で、えっ、ー、と、ラケットを担ぐ癖があったんで、やっぱりこう、いつも言ってるように、えー、左手が上がった時に、まだラケットをこう、下に、このぐらい、胸ぐらいの高さで置いといて、スタート切ってくださいというふうに説明しました。で、えー、途中でここで止まるっていう、あのー、えー、癖もあったようなんで、ここでストップしないように、この辺はゆっくり、ゆっくり上げていって、 ここを通った時にはもう速度があるようにしてくださいっていうふうにも説明しました。で、肩がよく動くように胸も張るようにと。結構胸の張りが浅くて、あのー、ラケットが後ろに行くっていう状態だったんだよね。胸をぐーっと引いて、これもう引きすぎぐらい引いてもいいんだよね。こうもう思いっきりこっち胸張るぐらいになっていいです。ただその時の、えー、絶対間違ったらいけないこととしては、肩を内巻きにしてそれをやってくださいね。 肩が内巻きになって胸引いた状態というのは肩のポジションは間違いないんですよね。怪我しにくい状態にはまるんでね。これがちょっとこっちが、あの、肘が曲がる角度が斜め上ぐらいになって、あの、胸を張って肘を引くと角度ができるんですよね。胸のラインと肩の,あのこの上腕の部分に角度ができるんで、こうなった状態からスタート切ると肩が痛くなるんだよね。 胸から肩、肩から肘までがぐーっと一直線に伸びるような形。この状態を内巻きで作るようにしてくださいね。これ、こうなっただけでちょっと落ちるんですよね、肘がね。このラインに対して肘が落ちるんで、このポジションにしてスタート切らないようにね。これっていうのはだけとか立ったり、ちょっと頭の後ろ側に行くような、えー、形になると思います。それではなくて、胸側、 もしくは、あの、今日説明したのは、えー、顔の方に、顔は向いてる方にラケットが向いてるぐらい。とかっていろいろ言いました。で、それを言ってもやっぱりちょっと上がり気味になったんで、やっぱり胸か胸よりも下ぐらいで、面を下向きにするような感じでスタートを切る方が、えー、K さんにとっては、うん、ちょうどいいかなっていう感じがしました。で、まあ、あの、スマッシュもということで、スマッシュも見たんですけれども、 あの、スマッシュというのはやっぱりボレーと合わせて練習しないといけないんですよね。どうしてもこう、ここで、あの、球が上がった時に、顔の前をラケットがこう通って、で、両手を上げた感じから振ってたんですよね。こうやって体がターンして打球してたんですよね。なので、えー、そうではなくて、体がターンして、球が上がった時に体がターンして、ラケットが、 ずっと横側、両手横側に来る形から左手を上げて打球するようにというふうに説明しました。ここからこうやってたんでね。で、これって、どこからこの面が出てきたかというと、フォアボレーからなんですよね、おそらく。なぜなら、フォアボレーをやっていただいたら、ここからこうやって打ってましたからね。あの、猫パンチしてましたからね。ら猫パンチの動きから、スマッシュをこうやる。 難しいんですよね。ターンしてこっちからやるっていうのはね。こうやってる人は、どうしてもスマッシュ上がった時に、こう前からこう上げたくなるんですよね。前から上げたくなる。それを、横にして、左手、右手っていうふうに順番を守って、えー、上げれるようにした方がいいというふうに説明しました。それはなぜかというと、まず移動がある場合に、すぐ手をこの状態から上げていくっていうと、 大変なんですよね。ここで上げてしまって移動があると大変なんですよ。まず、えー、両手下ろした状態で体をターンして顔を上げて、この姿勢で移動をして、で、時間がある分左手を上げてもらう。で、左手が真上に上がるときはスマッシュが打てて、左手が真上に上げるほど時間がないっていうときはハイボレーにしてもらった方が、えー、と、まあ、合理的というか、うん、うまくいくと思います。最初に全部上げて、 で、やっぱりボレーだったってなると大変なんですよね。じゃなくて、こっちが横になって、で、えー、玉の方にボールを伸ばしていく。で、それが上まで行って時間があるときは叩いていいですよ。上まで行く時間がないときは、ハイボレーにしてくださいっていう方が、うん、使い勝手がいいというか、うん、いろんな玉に、えー、対応できるとは思うんですよね。なので、まずですね、えー、その時は、ボレーから練習したというね。 ボレーをやっぱりちょっと、こう、手首をですね、ボレこう折って、折った状態からされてたんですよね。折って、面を用意して、この状態からいろんな球を打ってたんですよね。いろんな球って言球は低く来ても、ここから下に行ってたんですよね。高く来たらそのままこう行ってた。低いのもここから行ってた。 じゃなくて、えっ、ー、と、低い球、低くて速い球が来てもいいように、スタートを低めにしといて、この状態から高い球も、そのまま低い球も打てるようにするっていう方が、ええー、都合がいいと思います。まあ、低くて速いのだけはね、なんとか、えー、したい。だって時間がないからね。ここだけなんとかやってれば、あとは全部時間があるはずなんですよね。高いっていうのはだいたい時間が、えー、ある。あまり高くて速いのは全部アウトするんでね。 えー、低くて速いのは入る可能性が高いですよね。ネットを超えてきた場合はね。それはなんとか返せるように。で、そこから上もねらえるようにというふうに考えた方がいいんで、まずあの、えー、あんまり高く構えないというか逆に低く構えて上の方も取り行くようにっていうふうに説明しました。そしたらこの癖がちょっとついてくると思うんですよね。こっから左、右っていうふうに済ました。癖がついてくると思うんですよ。なんですけども、 こういうボレーをやってて、じゃあスマッシュだけ下にやりなさいって言われても多分で、対応できないと思うんですよね。やっぱりボレーがこの辺の球をこうやって打ってたら、その延長でやっぱこうなりますからね。こう上がっていく。で、上がったはいいけど、色はしにくいでしょうという、あの、感じでしたね。なので、ボレーからフォアボレーを徹底的に直して、で、あの、スマッシュサーブにつなげられればいいなとは思いましたね。 で、彼の場合は手の甲側、こうやって、こっちに、ボレットにこう折る癖があったんですよね。こっち折って面を作って打つ癖があったんで、最初にこの折った、この状態から、ボレースタートをするようにというふうに伝えました。で、球が来た時に逆に、手のひら側にターンするようにと。でそれから打球してくださいと。だから要するに、えー、こっち側、 手の甲側に折っといて、フォアの方にするときに逆に手のひら側にターンして、で、それから打球するときに、また手の甲側に向けるという。こっちから、こういう流れにしてくださいというふうに伝えました。これ、ここに谷ができてます。で、ターンして、手のひら側に折ります。こっちになってます。 で、打球するときに、また、えこ、ー、う側にこうターンして、打球するようにっていうふうに伝えました。で、これでちょっとあの、ターンするときの、こういう癖がつけば、スマッシュ上がったときに、こっち側になりやすいんですよね。こう。これから、こっち側になりやすいんですよね。これをキープしやすくなるんだよね。もう、スマッシュもこのあたりで、こう、 低い位置で、こっち側にひねり入れて、こう構えてたんだよね。それを、こっから、こっちにやって、ボレーする。わかります、えー、手のひら側に折って、また、こう側に折って、ボレーする。この癖をつけることによって、ボールが上がってスマッシュを打つときっていうのは、こっち側から入れるようにしていただければ、ラケットを担ぐ癖が、 なくなると思うんですよね。このあたりから打球できればね。という感じで、うーん、うまく、その、ボレーとスマッシュをつなげて、スマッシュとサーブを、えー、つなげて練習していければいいと思いました。えー、まあちょっとスマッシュで悩んでる方はですね、ぜひ、えーまあ、その辺参考にしていただければいいと思います。で、やっぱり行き着くところとしては、あの、まあ えー、フ、ま、ォ、あ、アボレーで打ちたかったのに、球が高いんで勝手にスマッシュになったな、とか。まあ、そのぐらいのイメージでやっていただければいいんですよね。あの、スマッシュバチーン、ボレー、あの、止めるとか、そういう感じじゃなくて、あの、同じような感じで勝手に、えー、球が高いんで振りが大きくなって速くなったぐらいの感じで、えー、肩がよく動くようになればあの、いいと思います。特別に考えると、やっぱりあの、力が入るんでね。 もう同じように考えて、高いのは自然に時間もあるし、えー、この反動も大きくなるから勝手にスピードアップできたとかっていうふうになるといいと思います。今回は以上です。